この人たちもこの人たちだってしっかり入れてるんだ。そうじゃなくても生きにくい世の中じゃないか。ベッドで旦那に言ったのよ、買ってくれるまでお預けよって。言ってみたいね、そんなこと。なんでだろう。なんででしょう。ちゃんと入れることができたらきっと違う世界が見えるんだろうと、そんなことばかり考えていた。自分の嫁を女にしてやれないってどんだけ情けなく思ってたかわかる。健一は私のことも不良品だと思っているんだろうか。何年も楽しみにしてるのよ、孫の顔見るの。本気で欲しいんですよね、赤ちゃん。なんで俺なんかと結婚したんだよ。愛を確かめ続けたある夫婦の奇跡。本当すみません。大丈夫。夫のチンポが入らない